寝技を今まで得意なところを伸ばしてきたのと、あと立ち技が、あの取る技が今までそんなになかったんですけど、得意技とか投げる技ももっと力を入れて練習してきたんで、そういうところが良かったかなと思います。得意技って何ですか？寝技です。あ、内股です。どっちですか？内股です。あ、内股なんですか？内股っていう風に言ってるんですか？はい、間違えちゃいました。的に寝技なのかなと思って。内股です。あ、内股なんです、はい、でも寝技になった時はその1回のチャンスでしっかり取れるようにっていうのは考えてます。寝技になったら絶対に逃さないと。はい、はい、それぐらいやっぱ自信はある？自信、はい、自信はあります。あ、でもサンボでも柔道でも世界選手権で優勝できたらすごいかなっていう気持ちはありました。実際なってみて、はい、どうですか？あ、結構いいかなと思います。はい、両方勝てたのは。自衛隊からそのオリンピックにまだ出た人がいないんで、私が出れたらいいかなっていう気持ちはあります。もちろんそこは出るだけじゃないですよね。はい、出て優勝できるように頑張りたいです。まずこの次のグランドスラム大阪で勝って、で、あのまた次の国際大会で勝ってって、一つずつの試合大会を勝っていって、はい、来年の世界選手権とオリンピックにつなげたいと思います。